こ何？奥に祈り子様がいらっしゃるわ。魔物もね。おい、ここか。なんかあったの？私が初めてガードを務めた召喚師、ここで死んだの。行きましょう、ユーナ。祈り子様が待ってるわ。何隠れてんだよ、こら。
でこんなとこに祈り子があるんだろう。俺に聞くか。ずいぶん前に寺院から盗まれたそうよ。は？祈り子がなければ召喚士は修行にならん。修行が足らねば究極召喚も手に入らん。究極召喚がなければ真とは戦え。そういうことだ。そしたら召喚士も死なない？うん、ま、そう考えた奴が盗んだんだろうな。犯人の気持ち、わかるな。Thank you.
診療。紅蓮の炎で灰におなり、終わりだ。常にこうありたいものだ。ギガードの魔物か。違う、死者だ。
やはりあなたなのですね、ギンネム様。私が未熟だったばかり。もう人の心はなくしてしまったのですね。ガードとしての最後の務め、果たさせていただきます。不思議ね。もっと悲しいと思ってた。人と別れることに慣れすぎたのかな。強くなったんだろ。そうだね。そうだといいね。ユナ、祈り子様はこの奥、祈りを捧げていらっしゃい。
我こそは無頼の剣客、音に聞こえた用心棒、召喚士に問う。そなた何故我を求める？我の力を求めるならば、ふさわしい銭を納めよ。これでどうだ？と認めたぞ。片手間に人働きしてやろう。召喚士よ、そなたの旅路、我が剣術にて守ろうぞ。